こんにちは。今日は2024年4月6日です。ここは奈良県立図書情報館のすぐ近く、佐保川沿いです。その桜がですね、ずっと両側に奈良の油坂船橋商店街までずっと両側に桜並木が続いてるんですね。すごく素敵です。菜の花もね、たくさん咲いています。ぜひお越しになってください。